うのファルコムラジオめんどくさいです。でも頑張ります。こんにちは、英雄伝説ゼロの奇跡エボリューションでディオポラトを演じている水橋かおりです。はい、こんにちは、 JDK バンドの小寺かな子です。今日のディオさんね、ディオのファルコムラジオ、ね、ファルコムラジオめんどくさいでー的なーね、みたいな、いきなりちょっとギャルっぽくなっちゃいましたけれどもね、うちら的にはうちら的にはみたいな超めんどくさい感じを本当ですよ、現代風に言ってみた、表してみました。やだなー、なっぴーちゃんやだなうんうん、29回もやってくるとなんかやんなきゃいけないのかなっていう気に、うん、そうそうなってくるから、サービス精神の表れだったんです、うん、いらんサービスをし始めるっていう頃ですね、うん、はい、呆れずにお付き合いください、はい、この番組ではゼロの奇跡エボリューションとあまたのファルコム作品について熱く語る番組です。はい、毎回ゲームや OVA のキャストをお招きして裏話を聞いております。前回に引き続きゲストはセルゲイ老役の石塚雲翔さんでございます、うん、雲翔さんの名前だ。今回はリスナーからの質問に答えてもらって、ね、はい、どん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 掘り下げていっちゃいますのでお楽しみにしててください。ではその前に今週もお便りから始めましょう。よっしゃ、こい、こい。ラジオネーム天然ジゴロさんからいただきました、ありがとうございます。伊沢さん、小寺さん、こんにちは。こんにちは。私はファルコムのゲームは PC 以外ほとんどやらせてもらっています。毎度のことですが、ファルコムソングには鳥肌を立たせていただいております。私は将来ゲームの BGM を手掛けたいと思っています、うん、きっかけはやっぱりゼロの奇跡、青の奇跡の曲がかっこよすぎたことです。マジ大好きです。自分のなりたい職業がどれだけ大変なのかは分かっているつもりです。でもいつか夢が叶うように頑張りますので応援してください。なるほど。あ、ちなみに私はティオでもエリーでもなくノエル推しです。すいませんいやいやいや、最後にね、はい、ね、そうか、そうかそうか、そうで、ファルコムといえばっていうね、楽曲がすごい良いっていう、はい、私もサントラをあの iPod ちゃんに入れて聞いたりとかしてるんですけど、いいですよ、いいですよね、はい、ね。な、将来ね、うん、天然ジゴロさんでしたっけ、はい、天然ジゴロさんがね、ここ素敵な曲を生み出されることを、うん、期待しておりますよ、うん、頑張ってくださいね。ね、なんかこう得意なことを一つね、うん、なんつうの、うん、あるといいかもね、こう分かんないですけど、ロックなこうなんつうのギターの、うんうん、フレーズを考え出すのが得意だとか、逆にこうクラシックのこう和声とかなんちゃらとかっていうのが得意でね、こう駆け上がるバイオリンのこうなんか旋律だとか、こっちに書かせたらっていう、そうそうそう、何かね、あったらいいかもしれないですね。ね、これだっていうのを身につけて頑張っていただきたいと思います。ね、それから、はい、ラジオネームミッシーレベル99さんからいただきました。うん、やっと SC 終わったぞー、お疲れ、お疲れ、空の奇跡セカンドチャプターが終わった、うん、ね、感動を冷めやらぬうちにサード攻略開始しました、うん、知らなかったんですが、サードってちょっとファンディスクっぽいですよね。エーステル&ヨシアの過去の話とか、うん、アガットバーサスシュートシュートめ他見て、うん、どういうことって見てくれればわかる。なるほど、うん、ドキドキのものも見れてよかったです。これアニメで見て。これ私かな私かなそうね、うん。ふと自分かなって思っちゃいますよね。うん、本当アニメ化してます。そうなんですよ。うん、SC で一応、エステル・ヨシアの物語に区切りはつくのですが、うん、まあいろいろまだ謎は残ってんだけどね、その状態だと。うん、そんで、サードに行ってネギが。ネギがね、大暴れ。そう。ケビンさんっていう名前を時々忘れ、本気で忘れて、うん、これ何さんだっけ、サンゴシだったな、とか頭がネギみたいな、そうそうそう、ネギさんが ね、主役でね、これまた結構いろんな話があるんですよ、あのネギにも、うんうん、ネギにもネギなりに、うん、いろんな、結構でもヘビーです。あ、だけどあのシステムとかもなんか扉のシステムは非常に面白いです。扉を開放していくとみんなのそういう思い出だったりとか記憶だったりとかが見れるっていう、だからちょっとファンディスクっぽい感じになってるかも、うんうんうん、あの時裏では何があったんだろうっていうのは、あの人の昔ってとか、うん、そういうのが結構ちらちらあるんで、あの進めていく楽しみがあるなっていう感じの、はい、サード本当面白いですよ、あのぜひまだだ
ていう、うん、SC で終わった気になってる人はぜひ、うんうんうん、やってみてください。なるほど、おすすめです。おすすめです。思い出すな、私が SC 終わった時のこと。すごいね、泣いたっていう、あばばばばばって泣いたっていう、その泣いたままテンションでこうサードに行くっていう、ね、なるほど、止まんなくなっちゃうね。時間が何番でも足りないな。10時間までにしてくださいね。でも1日10時間まで。っていう。長いな。ことで。ラジオネーム、ストロベリーダーツさんからいただきました。はい。そうす。水さん、小手さん、主連歌のお二人、こんにちは。こんにちは。JDK バンドクリスマスライブのブルーレイが届きました。無事ゲット。しかし、うん、先走りすぎて、うん、ブルーレイレコーダーどころか、プレイヤーの準備がまだなので見えません。わかる。うちもそうです。そこで見る前にイメージを膨らませるため、見どころ、聞きどころを改めて教えてください。よろしくです。へー。ってことで。なるほどね。うん、見どころはね、はい、クリスマス。はい。でね、似合ったわけですよね。まあ、クリスマスブルーレイ。はい、で、あのね、曲と曲の間に、私と、うん、バイオリンの水木ちゃんで、はい、あの、アカペラでね、きよしこの夜を、ワンコーラスだけ歌ったんですよ。うん、そこがね、リハで1日前に思い立って、うん、私がこういうことやりたい、うん、どうですかって提案して、オッケーってなって、練習はあんませずにやったんですよね。おー、それでできちゃうプロやんね。まあまあ、ちょっと見てのお楽しみで。もしかしてこれって、コテサンタ、はい、コテサンタです。コテサンタになってるやつ。コテサンタになってるやつ。コテサンタの見どころは？コテサンタの見どころはですね。コテサンタの足を見てください。足は見なくてもいいかな。あ、ね、帽子がね、うん、あ、なんかね、赤と白としましまの帽子でね、ちょっとね、面白いなと思ってね、かぶってみた。うん、サンタっていう囚人みたいな。なんかね、エビみたいだった。エビみたい。エビかな。あとはまあ、いろいろね、特典としていろいろ、なんて言うんでしたっけ、その見ながら振り返るって喋るコメンタリーですか。あ、コメンタリーね。うんうん、踊ったりとかしてるんで、うんうん、そういうのも。面白そう、JDK メンバーで。そうなんですよ。コメンタリーって。そうなんですよ。なんかすごそう。とってもね、まあ、らしいなっていう感じの、ま、あれになってます。それ皆さんやってるんですか？私とね、JDK テレビのメンバーの私と、うんうんうん、ドラム岡島、はいはいはい、岡島と、キーボードの、はい、神ちゃん、はい、3人でやってるんですけれども、はい、まあそれぞれにこの時俺はこういうミスをしたとかこの時にコテラが、ちょっとそれ聞いてみよう、大爆走、うん、聞いてないんだよ、ね、まだそこ、それとも含めコメンタリー、はあ、ちょっと見ていただけると楽しみですね。はい、ぜひぜひ。これは楽しみです。早いとこレコーダーじゃなくて、うん、プレイヤーね、かあ、そうや、買っていただいて、も私も買わなかったから PS3 を買って、うんうん、うん、あ、そっか、 PS3 あったら見える、そうだよね、ほい、ね、じゃあぜひそれで、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひお願いします。そろそろ行きます。そろそろ行きましょうか。はい、ではでは、コーナー、水さんタイトルコールをお願いします。出発、徳無試練か。の皆さんから支援要請をいただいて、番組の特務支援課見習いの2人がその要請に答えていく出発特務支援課です。それでは支援課見習いの2人に、理想のゴールデンウィークの過ごし方を言いながら登場してもらいましょう。どうぞ。はい、理想のゴールデンウィークの過ごし方は、鳩に餌をあげながらモーニングティーを飲んで美味しそうにしてるそれを見て、ふふふって思うことです。浜本しおりです。鳩逃げて全力で逃げて、鳩かわいそう。はい、理想のゴールデンウィークの過ごし方は、シートを引いて日向で寝たい、特務支援課見習い金下和人です。そこのお兄さん逃げて、早く逃げて罠よそんなことないですよ、本当怖いね。一緒にどうですかみたいな、なんか普通のことしてるっぽいんだけど、なんかすごい異常性を感じる、この二人から、怖い怖い、すごい異常性を感じる一緒の、一緒の空気を吸いたくなる嘘さあ、そんなお二人を交えて今回は、こんなことやっちゃいますよ。ラジオネーム、よしお前らやっちまえさんからの支援要請で、うん、4人でラジオドラマをやってくださいっていうのをやってみます。ほう、今回はセリフだけをまず収録して、うん、次回完成形を皆さんに聞いてもらいます。ほう、だって、うん、へー、頑張る、頑張りましょう。はい、どういうことかな、まあ、とりあえずじゃあ、うん、今日はセリフだけ、はい、効果音とか一切入ってねえよ、入ってない状態、逆に恥ずかしいよね。ほうほうほう、ねえ、なんかちょっとドキドキするなんか大丈夫かしら。じゃあ
これですね。うん。はい。じゃあ、やるか。やるか。はい。じゃあ、行くよスタート。皆さん、今こそ、弟属性で羊の皮をかぶった、憎い暗築商人、正義の鉄槌を下す時です。腕が鳴るぜ美味しい料理をプレゼント。このメンバーを敵に回して生きて帰れると思うなよ。出力最大、エーテル、バスター。こう、この一撃に全てを込める、リミットをブレイカー。たーっと、乙女、創作料理、死の満貫全席。せめて最後は安らかに行きや。これが最後に聞く歌やで。レクイエム。まだ暴れ足りんな。よっしゃ、今から手配魔獣片っ端から借りに行こうか。あ、いいっすね、うん、食材足りるかな。目標、エルの消滅を確認。これで一安心です。はい、というわけで、音つくの楽しみだ。すごい、ね、どうなんだろう。自分たちがパーティーになった気分ですね。これね、なんかあの、いろんな方から似たような依頼が来たんですけど、詳細まで書いてくれたよしお前らやっちまえさんのを採用させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、なるほど。ということで、完成形を。ドキドキ。来週流してくれるっていうことなんですって。じゃあ、そう、評価もその時ってことでよろしいですか？あ、それでいいかな。じゃあ、そういうことにしましょう。はい、というわけで、じゃあ、ティオさんの評価は来週で。はい。まだまだ皆さんからの依頼をお待ちしております。気軽に送ってくださいね。以上、出発特務支援課でした。取り調べ室。セルゲイ課長、ちょっとお願いがあるのですが。ていうか、俺にお願い事とは珍しいじゃねえか。実は課長がフルボイスで喋るようになったので、この際いろいろなことに挑戦してもらおうかと。挑戦だと？はい、とりあえずこのセリフカードを読んでみてください。うん、俺のバンダナ？あ、違います。正しくは俺のバンダナです。これはロイドさんの口癖なので。なあティオ、ちょっといいか。なぜ俺にロイドの口癖を言わせる？一体何が目的だ？では次行きましょう。エリーさんの口癖、何かしら、これですね。おい、俺の質問に答える気はないのか？セリフカードはあと600枚残ってますので。課長、ファイトです。ライド、エリー、ランディ、この際チャンターでもコブでも構わん。チオの様子が変だ、何とかしろ。なんでこんな時に神って誰もいねえんだ。仕事以外で今熱中していることは？ゴルフ。福井県の自慢を教えてください。おいしい。最近初体験したことはありますか？言えない。今年中にやりたいこと教えてください。70代を目指します。みんなが思っているより自分はですよというところはありますか？うぶ。はい、というわけでコティオの取り調べ室、前回に続いて取り調べるのはゼロの奇跡エボリューションでセルゲイ・ローを演じていらっしゃいます石塚雲翔さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お邪魔しますしね。というわけで、はい、今回もまずこの虚実調書をもとにトークしていきたいと思うんですけれども、なんか渋い、ちょっとくすりとくるような。そうですね、お答えがたくさんあって、あの先週も ねあのおっしゃってたんですけど、ゴルフ。はい、もうそれがないと仕事しません。あ、え、どれぐらい行かれるんですか？月にとか週に。週1回ぐらいは一応最低参ります。そうでもブルジオじゃないですよ。
プロジョアですよ、なんか。なんかいかにもそのお金持ちがゴルフやるようなイメージがあるんですが、もう今は、スポーツですね。本当に。だってキャディーさんとかつくんでしょ？キャディーさんつけるときもあるし、つけないときもあるし、で昔みたいにその、すごいなんかお金がかかるスポーツっていう、イメージがあるんですけど、もう一回揃えちゃえばもうそれであとは行くだけで、もうちょっとした遠いところに行っちゃえば、パチンコする人よりか僕の方が。お金使わないですよ。へえ。なんかさっきからね、うちの特務支援課のしおりんが、なんか私、私みたいに言って、何、どうしたの？キャディーをちょっとしてたことがあるんですよ。ああ、はい、そうなんだ。実は。そうなんだ。アルバイトで、ファーとか言うと、ファーって言ってました。あんまりいい言葉じゃない。ボルジョワだから70点きっと、スコアのことなのかなと思って。私もそんなにかなと思って。70代を目指すっていうスコアのことでいらっしゃるのかなって思いながら聞いてるんです。私、うちの父親がすっごいやるので、ちょこっとだけ付き合ったことあるんですけど、大変です。あれ、歩くの大変ですよね。ものすごい、もうそれで疲れちゃって。だそれがやっぱりスポーツっていうか、うん、もうすぐ今カートってあって、その 乗っちゃうんだけど、僕はほとんど乗らない。せっかく一日歩けるんだからって、で、下が芝だから歩いても疲れが、コンクリートとは違って。足は痛くなりにくいですよね。普段私運動しないんで、すっごい大変した。その頃まだ全然若かったんですけど、それでもしんどかったんで、今とてもじゃないけど、ついていけない。でも、ボールがあると歩くもんだよ、人って。何にもないと歩かないんだよ。ワンちゃん、あそこまで歩かないじゃんって思う。へぇー。もうなんかゴルフ談義に花が刺されてる。いや、聞きたいこといっぱいすいません。なるほど、そっかそっか、ゴルフね。まあ、ゴルフ置いといて、この初体験言えないっていうのはやっぱり掘り下げちゃダメですか？先週言ってた愛人何人できるかなみたいなことで。ね、いやいやいや。本当にね。言えないって言われると聞きたくなっちゃう。困りますね。モテないでしょ。そういうあれじゃないでしょ。ゴルフやってるんですよ。もう、ゴルフ目がエロ目にもなりません。ゴルフやってる人は愛人がいるの？わかんないそれなんかイコールっぽくないよね。モテるイメージです。あ、そう。モテのイメージです。ああ、もうゴルフ行ったらおっさんがいろんなおっさんがいます。よりどり緑。いやいや、もうよりどり緑。うわぁ、何してんのこのおっさんみたいな、ね。ちゃんと歩きなさいみたいな人も結構いますよ。イコールじゃないですよ。いや、モテるんだと思うんだけど。気づいてく聞こうよ。福井県の自慢とか。そうね、ここ飛ばしてましたね。美味しいって。そう、美味しいんです。福井って、海のものも、山のものも、非常に美味しくてですね。まあ、冬になれば、カニですね。カニ、はいはいはい。越前ガニですね。はい。あと、ちょっと富山の方からブリが来たりして、寒ブリですね。フグも結構美味しいんですけど、知られてないんですけどね。フグってなんか、なんか山口の方とか、そういうイメージあるけど。そうそう、そっちの方があるんですけどね。福井の方の、オバマの方でもやってるみたいで、なかなかいいんですよ。それは美味しいですね。山はね、やっぱり山菜なんかが非常に取れるところで、私は福井のその山の中の勝山というところなんですが、もう本当にもう山しか見えないところなんですが、もうそこだと、今だとやっぱ吹きのとうしか出てない。この前書いたんですけど、吹きのとうぐらいですかね。これからあの、芽、タラの芽とか、ああいうのが出てきたり、あとは、食べられる葉っぱ、まあ、いろんなのがあるんですよ。はい。この天ぷらにしてもらうんですけどね。いいですね。知ってる方のところに行くと、5分か10分ぐらいいないなと思うと、そういう葉っぱをパッと持ってきてくれて、で、目の前でガーッと揚げてくれて、その天ぷらを食べると、なかなかこれがいいんです。贅沢。お酒欲しい猫ってさ。ねえ、ほんとね。その後私、福井、そう、私日本酒が大好きで、福井のお酒って美味しい。もう最高に美味しいです。一本木という酒なんですが、はい。この造り酒屋の息子が僕と同級生で。おぉ。東京にも置いてあるところあります。お店が。蕎麦屋さんが。これ言っちゃまずいんだよね。そうなんだ。後で私こっそり聞こう。ねえ。なんかお酒に。なかなか美味しいですよね。ねえ。飲みたくなってくる。あとみんなが思っているより自分は、うぶですよ。うぶふって笑っちゃう。うぶですか。うぶですよ。うぶっていう言葉をなんか久しぶりに聞きました。漢字で書けます？生？
忘れちゃいましたっけ。どんな字だっけ。あれウブってどう書くの。ウブって書けます。え、どうやって書くの。ああ、なんか初見名、初のディレクさんが、うんうんうん、初でウブ、うん、ウムウイザンって書いてる、うん、ウブ。まあなんか調べる、後で一緒に調べる。あ、でもそう、ウンジョウさんね、はい、あの見た感じとかやってる役よりも全然可愛らしい感じ。可愛らしいですよね。そうだね。それは思う。ね、いやいや、あの時はだってマスターはめちゃくちゃ、ね、渋い役でしたよ。なんか別の作品でこう、はい、そうなんですよ。それを最初に僕抜いたもんだから。あの役をそこで作っちゃったんですよ。これで何週間かして皆さんとお会いしたらまずい、これはどう考えても僕の喋りは絶対浮くって思ったんだけど、もう変えるわけにはいかないから。いや、あれはあれでそれでなんか非日常な感じで面白かった。みんな他がなんかこう化け物的な人だったんで、みんな変な感じだった。ちょっとおかしな感じだったんで、そんな風にすごく渋いマスターがいるっていう。うあ、もうとにかくこう、はい、かっこよくみたいな感じで、一人でかっこよくみたいな感じだったんで、噛み合わねえ噛み合わねえ。それがね、またあの面白かったりするんですけど、失敗しましたよ、はい。懐かしいですね、もう10年ぐらい前ですね。あ、そうなんですね。ねえ、そうですね。そんなになりましたか。うん、なりますね。なんか不思議な番組でしたね、あれ。はい。ウブっていうか、はい、顔が怖そうな顔してるんで。声もちょっと怖そうですよね。あ、まあ。まあ、歌舞伎町行ったらまあまあ。ね、なんかドスとか聞かされたらピーってなりそうだけどね。まあまあそうですね。いえいえ。度計測とかなんか言うとね。そうね、怖いですね、それ。怖いですね。どきます。言いませんから私は。で、そういうこうモテな感じでウブっていうと、またこれがモテにつながるわけで、キュンキュンしますうちの、ね、あ、よかった、なるほど、僕もどっちかちょっと若者の子好きなんですよ、はい、どっちかって言うどうかちょっとあれですけど、うんちょさんねちょっと若いかな、まあ、はい、そんなね若い女の子たち、はい、あ、そうですね、女の子かな、うん、たくさん、うん、あのメールいただいてるんで早速紹介していきたいなと思うのですが、うんうん、よろしいでしょうか。どんどこい、じゃあまずね、はい、これ行ってみたいと思います、ラジオネーム我が家のコッペはまじまじゅうさんからいただきました。ありがとうございます。水さん、小手さん、ゲストの石塚さん、こんにちは、じさま。こんにちは、じさま。こんにちは、じさま。違うものになってる。違うものになってる。今回はゲストにセルゲイ役の石塚さんがいらっしゃるということを聞いて、本当に、本当に、本当に楽しみにしていました。私は課長のちょっと気だるい雰囲気と、実は熱い男のところが大好きです。どうしたらそんなにかっこよく演じられるんでしょうか。石塚さんの中で、こうしたらかっこよく聞こえるとか意識して演じてたり、そんなテクがあったりしたら教えてもらいたいです。テクが。教えてもらってどうするんでしょうね。よろしくお願いします。ないですか。ないですよ、そんな。こうすればどうとかっていうのはないですよ。まあ、ボソボソっと喋るだけですよ。普段ボイスが渋いですね。そうですね。作ってるとかじゃなくて。いや、うん、その、昨日酒飲みすぎたからですよ。おっと頑張ろう。ちょっとね。私も酒を飲みすぎて渋い声出そう。いやいや。でもそんなことないですか。お酒飲んだら次の日ちょっと音が落ちるとかっていうことないですか。なんかこう、怖いやつ役とか、怖いナレーションとか、なんか、ちょっと怖めやるときは前の日に、ちょっと日本酒かなんかをこうやって、それでね、カラオケでも行きゃもう完璧に悪い黒人ができるんじゃない。ああ、なるほどね。ですって。はい、参考になります。ちょっと強いお酒を飲んで。だからこんなのも来てますよ。はい、ラジオネームシューテンさんからいただきました。水橋さん、小寺さん、静岡文章さん、こんばんは。こんばんは。毎週ラジオ楽しく聞かせてもらってます。早速質問なんですが、セルゲイ課長はロイドたちに対してかなりの放任主義ですが、それについて文章さんはどう思いますか。またもし自分が課長だったら、どんな風にロイドたちを指導していきますか。お聞かせください。いいんじゃないですかね。なんかいろいろ言うよりも、うん、まあ僕はそういう会社員になったこと一度もないので、ましてやその偉い立場に一度もなったことないのであれなんですが、まあ基本的には好きにやれいいんじゃないっ
ていう感じで、まああとは結果としてその人にドンと帰ってくるわけですからね、まあ、一番そうなんですよね。だからまあ一番あれそのもしそのセルゲイのような立場だったら、まあ、ほっといてしんどいということがあった時だけまあ助けようかなみたいな、まあなんか ねそういう人っていいですよね、うん、そういう人いいですね。まあほらスタジオの中でもね先輩で結構きっちり言われる方もいらっしゃるけど、うん、僕基本的にはもう何にも言いません。好きにやってくださいっていう感じですね。その方が面白いじゃないですか。その若い人たちがいろんな風にやった方が。で、嫌だなと思うとこだけは、酒飲んで嫌だって言うだけで。そこ嫌だって。飲みの席で。ああいうのは嫌だ俺。なるほど。でもなんかセルゲイさんとちょっと近いのかな。そうね。いやそんなセルゲイみたいに立派じゃないですね。セルゲイはだって立派ですよ。立派というかなかなかああいう課長はいないんじゃないですかね。男性としてかっこいいなと思いますね。ここにセルゲイさんの資料ありますけど、タバコ吸ってますね相変わらずね。まあこのふてくされたこの顔がいいんじゃないですか。目もありますね。されて目もあります。半目でなんかこうねえ振って、ね、振ってくされてますよ。これくらいがちょうどいいんじゃないの。チビキャラの、ね、可愛いからチビキャラの。シャツとかちゃんと洗ってなさそうですよね。この人はあれ家庭はどうなってるんですかね。それここで話していいことなのかな。現在独身なんですよ。あ、現在独身です。なるほど。あんま深いことはなんか聞かれたくないんじゃないかなって。ただこれゲーム遊んでいただけると分かる。分かってくるっていうね。多分ドラマ CD とかもそのうち出てくるんじゃないかなと私は思っています。聞きたいなそれ。結構面白い過去持ちなので。あ、なるほど。はい。意外な人と繋がってたりとかするので、はい、ぜひその辺は。そうですね。ドラマ CD に期待。はい。はい。そして、こんなメールも来てますよ。ラジオネーム、さくらもちこさんからいただきました。はい、水さん、小手さん、ゲストの石塚さん、こんにちは。こんにちは。さて、石塚さん演じるセルゲイ課長は、ゆるい感じで仕事も超放任主義ですが、外に出さないだけで実は、すごく部下思いで熱い課長なんですよね。ゼロエボに出演されている声優さん、もしくはそうじゃなくてもまあいいんですけど、こんな風に一見緩いのに実は熱い魂を秘めている人と言って思い当たる方っていらっしゃいますか、っていうちょっとなんですけど、いないでしょ。見かけないですね。そんなかっこいい人いないじゃないですか。だいたいだらしないやつばっかりですよ。キュン。見た感じもだらしないけど中身もだらしない。あれ、まあ、ドキドキ、ドキ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 。まあ、いやでも本当にこれは結構いい男に書いてありますよ。そうですよね。やっぱ本当にいたら会ってみたいなという感じはしますけどね。ね。だってゲストに来てくださった女性の声優さんとかも、まあ、我々パーソナリティとかも、何かとあったらいいなと思うの、セルゲイさん。セルゲイさんって言ってる率高いんですよ、ね。そうなんですよ。遠藤彩ちゃんがすっごいセルゲイさん好きで。一応、ロイドさん好きっていう設定な役のはずなのに。いやいや、セルゲイさんで。いや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 、課長で。一応、逃げ出しといたからね。そういう前に言うようにって。忠実に。随分なんか、やる気満々でしたけどね。逃げ出されてる割にはね。はい。てな感じで、お便り紹介していったんですけれども。はい。それでは、2週にわたって、セルゲイ老役の石塚雲翔さんに取り調べを行ってきたわけですけど、こ、の辺で石塚さんからリスナーの皆さん、ゲーム遊んでる皆さん、一言何かありましたらお願いしたいのですが、一言、セルゲイ役の石塚雲翔でございまして改めて言っちゃいますが、私はゲームはすいませんできないんですけど、まあシリドラマなんかで、セルゲイをやっててなかなか気に入ったキャラクターでございまして、まあ似てるとこは一つもございませんが、
ゲームされる方、勘違いしてください。セルゲイっていうのはそういういい男であるという設定のもとで楽しんでいただければなと思います。ありがとうございます。以上でございます。そうですね。これからあのセルゲイさんでビーターでたくさん喋るんで、ね、ビーター版でめちゃめちゃ喋るんで。喋る。ね、あ、僕無口な方が好きなんです。もうでもたくさんそんな無口な人だからこそこう聞けるセリフのこうありがたみみたいなあると思うんで。そうなんですよ。だから私としてはぜひこのゼロの奇跡、青の奇跡ってあって、青の奇跡の方でいろいろこの課長に関することって語られるので、ぜひそこまであのフルボイス化していただいて。そうです。はい。そうなんだ。まだまだびっくりしますよ。多分ご本人が一番びっくりすると思う。どういう意味ですか、それ。ストーリーがですか。はい、はい、そうです。ああ、そうですね。そんなこと言われると余計楽しみですね。楽しみですね。はい。じゃあ皆さん、あの、応援していただけると、はい。たいなと思います、はい。ありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございました。以上、コーティオの取り調べ室でした。ティオのつぶやき。ティオにつぶやいてもらいたいことを募集します。あのセリフを言ってもらいたいでもいいし、ティオがこんなこと言ってくれたら俺私頑張れるというセリフでも OK。 毎回ティオがラジオの前のあなたにつぶやきます。はーい、ティオだけじゃありません。小手さんにもつぶやいてもらいつつ、ぐっくんしおりにもつぶやいてもらいつつ、そしてゲストの方のつぶやきも紹介します。それではまず、はい、ティオのつぶやき聞いてください。小寺さん、エイプリルフールの日にこのラジオの公式サイトを見たら、小寺さんの写真が鳩になってましたよ。思春期増幅、ロイドさん爆発して。マインツのビクセン町長から行員マルコの仕事仲間を見つめる目が日に日に怪しいものになってきているので、原因を調べてほしいという支援要請が入ってきました。正直めんどくさいです。バチくんげたなね。ほげーほげー、でも頑張ります。さっぱりも。なんかこうちょっとかわいいって言ったあって。はい、そしたら今日コテさんと前にじゃあガチくんに言ってもらっちゃおうかな。はい、はいよ。セルゲイ課長の筋肉いいガチ玉ダイブ。あ、結構年齢は幅広い。どこであれば何でもいいって。世の中にいろんな方がいらっしゃいます。あまり見たくない組み合わせ。はい、それではコティさんの次。はい、これからいきますか。パ、うん、ルコムラジオの公開収録はこの先東へ300メートル進んだスタジオで行います。東って右やっけ。右。そう、最近知ったんですよね。東は右。大違い。今週も境界線曖昧な小寺かな子です。どういう。あ、今それすごい好き。境界線曖昧ね。今日もう一丁あります。こんにちは、ハト、クルックン。ハト、だいぶ、ハトばっかり入ってます。はい。では、はい、最後に、セルゲイロー課長のつぶやきです。ドキドキ、どうぞ。ロイド、お前もっと運転して動力者になれるや。支援カー車庫前の車幅ギリギリ直角カーブな。練習のためにわざと作ったんだろ。作るか。まったく、お前ら動力者くらい自分でガレージにしまえっての。しょうがねえから、また俺がしまうか。課長がしまってんだっていうね。情けないこの課長。セルゲイのファルコムラジオ、めんどくせえなって。何やろこれ、ほんまにめんどくさいで。警備隊の女と付き合うなら覚悟しときよ。ええ、どうして。やっ
ぱり女と付き合う話は好きだな。いやいや管理職は辛いよ。何これ。これだけだよ。キーヤのやつ、俺のこと40過ぎのおじさんって。おじさんは認めるが、俺はまだ30代だ。ガルシア、リーター総裁より若いんだぞ。だからな、意外な人ですよ。セルゲイのもっとめんどくさいラジオ、あとはお前たちの好きにしろ。主義も良い、いいとこすぎる。ゲストが全然喋りましょう。ようやく下げます。いつだって誰にだって壁はあるもんだ。自分のやり方でそれを乗り越えればいい。なーに、あとのことは俺に任せておけ。こんな人いる？いないよ。散々変なガレージがどうのとか言ってて、最後これですよ。出ちゃう、いるかこんないい人。ちゃんと車ガレージに入れようって思いますね。とてもいい教訓になりました。というわけで、はい、これからも素敵なつぶやき、楽しいつぶやきお待ちしてます。以上、ティオのつぶやきでした。ここてかなニュース。日本ファルコムの耳寄りな情報を小寺かな子がハイテンションでお送りします。みんなテンション上がったか。ゼロの奇跡エボリューション新キャスト続々公開。プレイステーションビータ専用ソフトウェアゼロの奇跡エボリューションでしおりんが、はい、しおりんが、はい、ヨーナ役をやるというのを以前発表させていただきましたが、その他のキャストも、続々と発表されておりますよということなんですね。こちら PSP 版ゼロの奇跡では声のついていなかったマリアベル、セシール、ソーニャ、でそして今週のゲストでもある我らがセルゲイ課長にも声がつくことになるということなんですね。これは楽しみでございます。4月26日発売の週刊ファミ通電撃プレイステーション、本日更新のゼロエボ公式ホームページでは157キャラのうち主要キャラのキャスト公開をしています。ほう、でここに今ですね、手元にキャストの資料があるんですけれども、はい、これ言っちゃっていいの？ね、書いてあるのはみんな。じゃあ、まず早速あれなんですけど、先週言ったあのゲスト、次の週のゲスト、ね、はい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 、誰だっていうの全然聞こえなかったと思うんですけど、そうですね、皆さんの予想は当たっていたでしょうか。イリアさん、ドンドン、浅香優ちゃん、イエーイ、はい、ふう、ぴったりだと思うのね。これ大注目です。なんていうか、はい、そうですよね。はい、そして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 、まだまだいろいろ、ザオさん、はい、が平川大輔さん、はい、ね、ガイ、ガイバンニングス役、小西克幸さん、はい、じゃん決定という。なるほど、ザラザラとこう並べてみましたが、来週はだからそんなイリアさん、浅川優さんいらっしゃっていただきますし、はい、またねお話も楽しみなんですけれども、まあなんかこんなんが来たところで、ちょっとメールを一通紹介したいよ。ラジオネームがくっきさんからいただきました。どうす、アニメコンテンツエキスポの JDKTV で、しおりんが夜な役を射止めたと発表があり、はいはいはい、その演じたセリフも流れました。はいはいはい、自分のイメージしていた夜なの皇室雰囲気にぴったりですごく驚きました。ゼロエボの楽しみがまた一つ増えました。コテさんや JDK の皆さん、そしてガチ君も期待していいですよね。期待していいとも、いいとも、なんかちょっと頼りない感じだ。え、そうなんだ、発表したの？発表されたんですよ、ね、なんかオーディション用の、はい、そうなんだ、オーディション用に読んだセリフの、はい、あれだったの、ね、の音声があの嵐の会場で、はい、嵐のエースで、はい、流れました。すごい天気悪かったじゃん。はい、嵐のエースで、すごい嵐でしたけど、なんか聞こえたぞ、なんだと思ったらね、はい、聞きたかったな。まあまあ、そんな、そんなこんなでね、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。来週も日本ファルコムの耳寄りな情報をお届けします。以上、おこてかなニュースでした。はい、そんなこんなでファルコムラジオ第29回、はい、お別れの時間となりました。はい、今日もいろいろ怒涛の展開だったんですけど、そうですな、ね、なんかゴルフをやりたくなった回だなと思いました。本当そうなんですよね、はい、こんなメールを、はい、お
お、そうか、なんだ大変だな。ラジオネームバチンさんからいただきました。おい、みさん、小手さん、聞いてください。うん、ゼロエボ購入できるかピンチです。え、なんで？というのも我が家の財務大臣兼総理大臣過去妻総理大臣なんだ。そうなんだ。物語が一緒なら買わなくてもいいでしょ。ビータも同時に買わなくてはいけないなんて無駄な出費と言って自宅内予算案が可決されません。そのため発売後悲しい気持ちでこのラジオを聞くことになりそうです。そうならないために何かいい方法をぜひアイディアをください。そんな妻は先に青の奇跡をクリアして優越感に浸っています。僕はまだ最初かじっただけでラジオのネタとか分かんないこともあってんの状態でも聞いています。というか23回目から聞き始めた自分が悪いです。反省しています。あ、じゃあどうしたらいいか、うんうん、どうしたらいいのかな。これ下手すると解散になっちゃうからね。そうね、解散しちゃうと大変だよね。解散しない方向性で行く。離島、そうね、離島とかやばいよ、やばいね、うん、どうしたらいいかって、解散せずにどうにかしなくちゃなんないってなったら、うーん、そう、なんかラジオを、とにかく今聞けるだけのラジオを全部、うん、あの、総理大臣と一緒に聞いてみる。そうね。総理どうでしょう、うん、っていう、ね。そうね。そう。聞いてみて、まあ、機嫌を取りつつ、うん、まあ、ここは、あの、なんか、お手伝いなどして、うん、あの、なんか、その度に100円もらって、頑張る。そうね。っていう。で、貯めて買う。っていう。そうだね。うん、それいいね。家事を手伝ってとかどうですかね。うん、それいいってか、これなんかお父さんお母さんにやる子供みたいな感じ。そうだ、ね。そうだ、ね。肩叩きとかしてやってね。100円、10円とか。100円、10円。貯めて、いいやんね。100均でさ、だからさ、なんか100円貯金みたいなの買ってさ、うん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 、もう今日からさ、発売前までさ、ちょこ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 貯めてさ。ね、ソーリー。ソーリー。なんか雑用がないですかね、うんうん、って。あ、私も考えあります。お、うん、同じ内容っておっしゃってましたが、うん、フルボイスじゃないですか、うん、BGM も一新してるじゃないですか、そうだね、画像も綺麗ですよ、うん、そうだよ。でビータでもしかしたら青エボ出ちゃうかもしれないですよ。そうだよ、そうね。で総理大臣はプレイしてらっしゃるとのことなので、ええ、その前作パワーアップしてるのにしてないのはどうよっていう。そうだね、あ、もうそれ成功法だね。はい、申請を出してみてはいかがでしょうか。そうだね、まあ、はい、熱意でね、通る場合もあったかもしれない。あの、つい、ね、追加もあるんですもんね。ミニゲームとかシナリオもありますしね。成功法でいけばそのんじゃないですか。熱い思いを。ね。まあ、だから、あの、こまめに根回しじゃないですか。うん、袖の下とかを使いつつ。そうね。逆にそっちの方が金かかりそう。そう、ね、毎晩枕元で、PS ビーター。うん、ゼロの奇跡エボリューション買わないと不幸になるとか言ってこう、そうね、暗示をかける。私ね、あとあれがいいと思う、うん、あのね、あえてそのやってる、うん、その総理の横で、うん、全部自分でセリフ喋んの、自分で全部喋んの。そしたらなんかきっと総理は嫌になると思うの。嫌になるな。なんかだったらちゃんとしたやつで聞きたいわっていう、ね、あえてっていう。しかもちゃんと全部声色変えてね。なんか女キャラとかもすごい、一人何役もやってたし、そう、それはちょっとキモいなっていう。うちのキモいわみたいに思わせといて。なるほどね。こんなん聞くぐらいなら、そんなんだったらもう買ったわっていう、ね、そう、買ってやるわっていう。なるほど。逆切れを狙う、ね、そう、とりあえずって言われてみるっていうの、ね、どうでしょう。まあ、いろんなアイデア出たんですけど、それによって解散と総選挙みたいになっちゃって、そう、ね、我々は責任を負えませんのであしからず、はい、ね、うまいことやってください。はい、はい、ということで、はい、ファルコムラジオでは皆さんからのメールをお待ちしております、うん、ゼロの奇跡エボリューションについての質問、どうやったら買えるでしょうかとかっていうね、今のやつもいいし、うん、あとはナユタの奇跡ファルコム作品への熱い思い、うん、さらに私たちへの質問、フィオのつぶやき、ぜひぜひ送ってきてください。はい、そして特務支援課見習いのしおりんがちくんに調べてもらいたいこと、やってもらいたいこと、考えてほしいことなど、新要請の方お待ちしております、うん、次回は今回まあセリフを収録したやつがちゃんと音が入ったりして、ね、ラジオドラマの完成形になって流れますので楽しみにしててください。はい、はい、次回のゲストはもうこれはパフォーンと入りませんね、うん、イリア・プラティ役の浅川優さんです。うん、ゆうちゃん
ね、先週パオンパオンパフパフ大変だった、はい、宮坂あゆさんですよ、楽しみにしててください。すべてのコーナーへの宛先はめんどくさいアットマークファルコム -radio.com めんどくさいアットマークファルコム -radio.com までお願いします。はい、そしてツイッターもやっております。アカウントはファルコムレディオです。ぜひフォローしてメッセージやつぶやき送ってきてください。はい、番組の公式サイトにもコーナーの説明やアドレスが載ってます。なんか意外とあの特務喧嘩の2人がのプロフィールとかが変なことになって面白いんで、ね、はい、ちょこちょこ見てあげてください。そうそうそう、ね、はい、そして番組公式サイトのコンテンツといえば、小手さんの小手書き、こちらも見逃しなく、おーい、毎週寝ないで書いて、寝ないよ、夜しか寝ないで書いてる、全然寝ないな、本当にかわいそうに夜しか寝られない、うん、頑張ってるよおいら、待ってる、ぜひ見てください、はい、それではまた来週お会いしましょう。お相手は水橋かおりと小寺かな子でした。またねー。この番組はキャラニの提供でお送りしました。歯磨けよ、顔洗えよって自分に言い聞かせております。皆さんも洗った方がいいかな、特に女の子はね。じゃあバイバイ。